ロシア大会のあれこれを心に移りゆくままに語っちゃおうというウェブスポルティーバ週休最前線ではグループ F です。グループ F は小澤さんからお願いします。はい、まあ、グループ F は、ね、こう優勝候補の本命のドイツを中心に回るんでしょうけれども、うん、まあ、このグループのやっぱりこう4チーム4カ国に言えるのはもう出場10回以上の経験あるチームだけっていうことで、まあ、ドイツ19回、メキシコ16回、スウェーデン12回、韓国10回ですから、まあ、本当に、ね、2桁いってるチームが全部揃ってるので、まあ、本当にどこも経験持ってますし、ノウハウも持ってますから、まあ、本当に侮れない、こう一つも、ね、こう弱いと言えるチームがないですから、まあ、そういう意味で見応えがありますけども、まあ、その中でもドイツが抜けてるのは間違いないですし、まあ、レーブ監督はね、こううまくコンフェデモを使いながら、まあ、ロシアの事情も把握して、まあ、自国ブンデスでタブレット、ね、リアルタイムのデータ分析、それから VAR なんかもうまくこうシミュレーションしながらやってますし、まあ、直近のオーストリア戦の親善試合も見ましたけど、まあ、残念ながら敗れましたけど、まあ、完全にこう当落線上の、ね、メンバーをスタメンに起用して、ね、誰も実際に落ちちゃいましたけど、まあ、その辺は、ね、こ う, うまく、まあ、見極めて、ただ、ね、ザネはやっぱりこう、ね、あれだけのもう選手で若手の次世代のスター候補ですから、まあ、波紋を呼ぶことは間違いないですから ね今回の落選で、まあ、これでもし負けるようなことになってしまうとザネ呼ばなかったからって言われてしまいますから、まあ、その辺一つ意向を残すような、まあ、選考はしましたけど、そうは言ってもやっぱり選手層は熱いなと、ね、まあ、ゲッツェも抜けるぐらいですし、本当に ねマルコ・ロレスもギリギリ2年ぶりの復帰でようやく、ね、滑り込みで入ってるぐらいなので、やっぱりどこを取っても穴がないですし、まあ、あと他の国でいうとやっぱりメキシコも、ね、常連ですし、まあ、残念ながら出てる回数が多い分、ね、ワールドカップの通算では24敗と史上最も、ね、負けてる負け数が多い国だそうですけれども、まあ、それだけ出てるっていうことですし、まあ、スウェーデンもね、もう、まあ、ずっとね、バンディレだったズラタン・イブラフィモビッチが今回は入ってませんけど、逆に若手を中心に、まあ、フォルスベリとか若手を中心にこうチームを作ってますし、まあ、あとは我々のね、こうアジアのライバルであり、まあ、こういう大会になると応援 したくなるね、韓国ですけども、やっぱり前線のね、ソン・フンミ、ファン・ヒサン中心にヨーロッパで結果を出している2トップ中心にバランスある今チーム作ってますし、まあ、何より J リーグでね、プレーしている選手も多いですから、そうですね、まあ、やっぱり応援したいなっていうところはありますが、基本的にはドイツ中心に回っていくグループではないかなと思いますね。まあ、ドイツは連覇がかかった大会、はい、同じ監督でね、はい、連覇かかるかと。でズラタは何してるかっていうと、今カードの宣伝かなクレジットカードクレジットカード、お見逃すぞお前って払っといてやるよみたいなね、貸しとくぞみたいな、そんなん出てたりとか、ヨアキム・レーブのそっくりさんが応援が歌ってたりとかここはいろいろ話題がありますから、ありますね。中山さん、ここグループ F はどんなふうに見ますか？もうここはドイツは間違いないんですが、そのデータ上ではね、こう良くないデータもあって、あるんですか？はい、ワールドカップで優勝したヨーロッパ勢ではここのところずっとですね、その次の大会、優勝した次の大会はグループリーグ敗退っていうデータが、それはないでしょう2002年の、ね、フランス、2010年イタリアと、2014年のスペインもそうですね。そんなにあるんですか？そこまで来るとまさかそこまで来るとちょっとって思うんですが、うん、思う思う、でもないと思いますけどね。ないと思うけど、でも意外と生きてるデータってありますからね。ですからね、うん、まあ、ただ力から言ったらもうね、うん、間違いなくドイツはありますし、うん、小澤さん言ったように本当に最先端のものを取り入れてる、うん、国ですからね。ですから2位争いがやっぱ注目ですね、うん、その特にスウェーデンは韓国と初戦やって、そこで、まあ、もし勝ち点3ちゃんと取ったとしたら、うん、スウェーデンもやっぱり最近タレントも増えてきてますし、ね、そうですね、まあ、ズラタン依存症はもう予選の間になくなってきたので、うんうん、ここは一つ期待できるチームになってますよね。うんうん、ドイツ代表に関して言うと、まあ、まあ、今回はそのトニー・クロースのような海外勢もいるわけですが、ほとんどがブンデスリーガー勢の中で戦えるっていう強みを持っているナショナルチームだと僕は思うんですね。で、現在のブンデスリーガーの実力であったりとか、バイエルン・ミュンヘンを中心としたっていう形の中でのヨーロッパの位置づけっていう点では、お二人はどんなふうに見ていらっしゃいますか？まあ、やっぱりそのね、
近年でいうとスペイン、ドイツが優勝した時には、ね、自国リーグの一番強いチームスペインだったらバルセロナ、うん、ドイツだったらバイエルンのこう 4,5 人、5、6人のユニットで、うん、そのまま代表にその戦術や戦い方、うん、連携を移行してうまく優勝しましたから、うん、まあ、その辺は、まあ、確かにありますし今大会もドイツは、ね、こう当然バイエルンの選手が多くはなってますけども、まあ、そうは言ってもドイツから、ね、こうタレントが海外に行ったりとかドイツの中でも、ね、他にドルトムント以外にも、ね、こうライプツィヒが出てきたりとかホッフェンハイムや、ね、こういいチームが出てきましたから、まあ、その辺がちょっと変わりつつあるかなと思いますし、まあ、エジルや、ね、ドラクスラーは海外でやってますし、まあ、その辺はちょっと海外に行ってる選手の比重が高くなった分レイブ監督のチーム作りは少し苦労するのかなと思いますけども、やっぱりこの監督がこれだけ積み上げてる、そうですね、まあ、レイブ監督がアシスタントコーチ時代から、ね、積み上げてるこうチームとしてのプレーモデルがカチッとありますから、うん、その中でやっぱりザネも、ね、その中ではちょっと合わないかな、まあ、ギリギリ使い切れないかなという形で落選しましたから、まあ、それぐらいはっきりしたものを持っているという意味では強みですよね。ドイツはもうグループリーグ敗退はまずしたことないですし、そうです、ね、2002年大会決勝行きましたけども、うん、この時も絶対ドイツはもうダメだろうと言われながらあの大会で例外的に、うんうん、その前後のユーロダメだってにもかかわらず決勝まで行ってますしね、まあ、そういう面で言ったら、まあ、そのブンデスリーガーの選手という面で言えば最終ラインだけが、まあ、キミヒ、モアテング、フメルス、ヘクタ、うん、右サイドとセンターがバイエルン、はい、でキーパーは、まあ、ノイアーが、ね、もし間に合うようになれば予選ってからこの間親善試合で久しぶりに出ましたね、うん、そうすると、まあ、バイエルンとなるんですが、まあ、中盤から前はやっぱりいろんなリーグでやっている選手が、うんうん、集いますしね、まあ、選手層は厚いですよね。ヨアキム・レイフ監督のこれだけの続投っていうものはまだサイクルの終わりにはなっていないかということを二人に伺いたいと思いますが、僕はまだ終わってないかなと思いますし、まあ、これだけ代表の監督でありながらクラブチーム的なこうチーム作りをしている監督っていう意味では、まあ、ちょっとね代表監督のセレクションの道路を選ぶ人っていう概念すら壊してるんじゃないかなと思いますし、まあ、いい意味で、まあ、本当に多分レアル・マドリードからあの電話はかかってきてると思いますけど、やっぱりドイツ代表でまだまだやれるっていう本人もねやりたいっていうところがあるでしょうから、まあ、もっとやってほしいなと思いますけどね。委員長が全てを答えになっている気がしますね、うん、でこのワールドカップ終わったらヨーロッパは、ね、もうネーションズ、ね、リーグが始まって本当に強豪国同士でやりますから、そうですね、そういう、こうクラブチーム的なこうタイトな戦いも始まりますから、うん、まあ、そういう意気込みもレイブ監督の中ではあるのかなと思いますけどね。ドイツは本当に伝統的にフォックス監督がすごく長期政権をやる、ドイツ協会というのは常にその長期政権ありきで全部組み立てて、次の監督になる人をアシスタントにしてっていうサイクル、まあ、2000年前後はすごくドイツサッカーが低迷してた時はちょっと監督がトラブルもあって変わったりしてましたけど、本来の姿にもうドイツは戻ってるんで、やっぱりこうドイツがいつも最終的にドイツが勝つってサッカー界よく言われるんですが、そういった長期的な部分をしっかり見据えたチーム強化ができているというのが最大のこの国の強みですよね。まあ、あのドイツはあのユーロで大失敗をした後に大改革をして、はい、育成から見直して今の強さを取り戻したという歴史があって、もともと日本もあの日本のサッカーの父はデトマール・クラマーさんが日本にたくさんのことを教えてくださったという歴史があるので、いろいろ育成も含めて学ぶところはまだまだたくさんあるから、まあ、今やね選手育成のみならず指導者をねこう若手を抜擢するというところもドイツはね抜きに出てるところありますしね、うん、まあ、そういう意味ではね、うん、20代後半30代に、ね、こう頭の監督がどんどんブンデス一部でやってますから、うん、まあ、その辺はいろいろこうね、盗み取りたいですし、まあ、今回僕親善試合でオーストリアドイツ見てすごいなと思ったのは、まあ、当然ドイツレーブ監督がシミュレーションでタブレットとか通信機能使ってっていうのをやってたんですけど、それをちゃんと中継の多分ドイツのテレビ局だと思うんですけど中継が分かっていて、カメラクルーがちゃんとそのシーンをあの記者席とベンチと同時で抜いてたっていうのはやっぱりさすがだなと思って、いやレベル高い、そういう中継班もシミュレーションしてるなっていうのは分かる映像だったんで、そうすると視聴者が自然と分かりますから、ワールドカップこういうふうに戦うんだなっていう、こういうルールでってなりますし、まあ、そこはやっぱりさすがドイツですよね。ですよね。でビデオアシスタントレフェリーシステムに関してもですね、ドイツはやってるんだよね、うん、
だからその辺はこういうふうに裁くだろうって、レフリーはここはファールを取るだろうというところまで多分落としてやってるので、うん、ドイツは相当強いんじゃないのかな。そうですね、コンフェでも出てますし、もう抜かりないですよね。抜かりない、はい、抜かりない。ドイツはベースキャンプ当然のようにモスクワを取っていてモスクワ、ソチ、カザン、いいとこばっかり移動して4876キロ、いいとこだこれまたね、いい距離だ、ちょうど移動もね。でメキシコはまあモスクワにベースキャンプ持ってますけども5720キロで、スウェーデンがゲレンジークという場所で9330キロ、ちょっとスウェーデンは長いぞというところですね。で韓国はサンクトペテルブルグで7770という移動距離だということです。まあ、この移動距離というのは行って帰ってまたっていうね、結局ジェットラグ対策っていうものもチーム力ということなんですけども、細かい何ですかね、データを持っているという点でもドイツは多分ですね、医療関係も含めて相当レベル高い、はい、うんうん、全部数値取って、前回のワールドカップもそうですからね、抜け目ないないですね。でレーフがやってるってことは自分が調べてほしいなと思うと、みんなね、手の届くスタッフで一流どころばっかり集めてるはずですから、これはね強いなっていうところだと思います。しっかりしたスポンサーの援助もあり、そうだ、豊富な資金を有効活用するっていう、やっぱりドイツ人らしいですね。まあ、韓国もね、ソン・フンミンとか、はい、いい選手、活躍してますけど、どうですか、韓国勢とか。アジア予選で、やっぱりドイツ、韓国は、まあ、日本もそうでしたけども、やっぱり相当苦労したんですよね。で世代交代っていうところからしても、ちょっとやっぱりこううまくいってなかったりする。だからやっぱソン・フンミンがどこまでその覚醒できるか、そのワールドカップの舞台で活躍できるか、アジアカップとかね、アジアの舞台ではもう圧倒的な力を見せてるんで、 そうですね、それをトテナムでもプレーして、パクチソンを超えた記録はね、はい、プレミアリーグでね、やっぱあの力をそのまま出せれば、ジャイアントキリングっていうのも十分考えられると思うんですよね。ですね。チチャリートのメキシコはどうですか。まあ、メキシコはまずね、ラファエル・マルケスが5大会まだ出るんだ、はい、名のワールドカップっていうところがね、そこはもうすごいなっていうしかないです。ローター・マテウスみたいですよね。ローター・マテウス的なね、でもラファルックスいいし大事なことですよね。まあ、ただそのメキシコの今まででいうと育成が良くて、選手がどんどん出てきてヨーロッパに行ってっていう流れが、少しそのヨーロッパの一線級のクラブで活躍する選手は少なくなってきたかなっていう印象あるので、それと同時にやっぱりまだね、チチャリとね、アベレ・エルナンデスが頑張ってるみたいに、ちょっと平均年齢も高くなってるような印象を受けますし、まあ若手がもう少し台頭してこないと厳しいかなっていう印象を受けますけどね、メキシコに関しては。スウェーデンはどうですか、何か付け加えておくことありますか。スウェーデンはさっき言ったように本当にタレントが、こう世代交代がしっかりできている、はい、あとは今までの その得点力の部分で、まあトイボネンだったりベリだったり、そういったストライカーがここはしっかり点取れるかどうかでだいぶこう変わってくる。まあこれ伝統的にスウェーデンってどうしてもそこの得点力、決定力のとこ、それをズラタンが一人で解消してくれたので、この長い間ね、そこですね。データマン的にこのグループはどんなふうに見ますか。メキシコが確かに小田さんおっしゃる通りで、ちょっとタレントも高齢化しているのかなっていうのがあるんですけど、オソリオ監督データつけてて思ったんですけど、本当に毎試合3バック4バック変えたりとか、あと使うメンツも主力級の主力みたいなのを決めてないので、グループステージ3試合とも全部違うメンバーっていうのもあり得るようなチームなので、そういう、なんだろう、対ドイツ、対スウェーデン、対韓国っていう対策とか、そういうのを見るのも面白いのかなと思います。いかなプレーとかみたいね、はあ、クワルト乗ってブランコをカニバサミみたいなメキシコっていうとね、そう、トリッキーなものを含めてね、まあドイツが中心でしょうがね、こうグループ F2 番手争い分かんないよっていうところだと思いますね、グループ F でした。